六原短大。六原短大は、鎌倉幕府の職名の一つ。上級三年、1221年の上級の乱の、後、幕府が、それまでの京都守護を改組し、京都六原の北と南に設置したで先期間。短大と呼ばれた所見が、鎌倉末期であり、それまでは単に、六原と呼ばれていた。上級の乱の戦後処理として、 後鳥羽上皇方に加担した、公家、武士などの所領が没収され、ご家人に恩賞として再分配された。これらは、それまで幕府の支配下になかった荘園で、幕府の権限が及びがたい最国に多くあった。再分配の結果、これらの荘園にも児童が置かれることになった。また、幕府側は、朝廷方の動きを常に監視し、これを制御する必要が出てきた。 そこで、朝廷の動きをいち早くつかめる白河南の六原にあった旧平清盛邸の跡地を拠点にし、北条康時、北条時房の二人が六原の北と南に駐留して、最国の御家人の監視と再編成及び上級の乱の戦後処理を含めた朝廷の監視を行った。これが六原単内の始まりである。ここにおいて重要なのは設置当初。 幕府も六原丹大地震も、京都の治安維持は、ケビー氏の役目であって、自らの権限の外であると考えていたことである。ところが、上級の乱の戦後処理の一環として、朝廷の軍事力を支える存在であった、京都周辺の軍事貴族を解体した結果、彼らをしたる供給源としていたケビー氏や、北面武士の軍事力が大幅に低下して、京都の治安が急速に悪化した。 これに対して、天福元年、1233年8月15日に出された鎌倉幕府の追加法63条では、関白苦情協議と丹大法上十字の間で行われた協議を反映して、落中の強盗、殺害については、六原丹大もケビー市長と共に沙汰を行うこととする一方、文略2年、1235年7月23日に、 出された追加法八十五条では、武士が関与しない落中の人情、殺害については、ケビン氏のサタであとして、京都の警護に関して、基本的には朝廷及び、ケビン氏の責任であるとする原則を示した。これは、裏返せば武士が関与する落中の人情、殺害については、六原短大のサタであると返すことが出る。ところが、 朝廷の軍事力解体とその一翼を担うケビー氏の強化によって、京都の治安維持に当たらせるという幕府の二つの方針は矛盾であって実現できるものではなかった。さらに家庭四年、1238年2月26日には、上落した将軍、九条頼恒が、ケビー氏別当に任ぜられ、3月7日辞任、それを受ける形で6月に、 かがり屋が設置されて、六原丹大に管理を任されると、六原丹大が、京都の警護の責任を回避することは、不可能になったのである。丹大は、執権、連書に次ぐ住職とみなされ、伝統的に、法上氏から、北方、南方の各一名が選ばれて政務に当たった。丹大には、北条氏一族でも、将来有望な若い人材が選ばれることが多く、 鎌倉に帰還後には、執権、連署にまで昇進する者が多くいた。また、その下には、引付頭人、表情集、引付集、武行人などの鎌倉の組織に準じた、下部組織なども置かれた。なお、六原丹大の北方と南方では、北方が定石のポストであり、執権丹大、北方が特捜家や極楽寺流など、北条氏でも、 価格の高いものが北方を務める一方、南方から北方への転任例の逆は解無ほか、南方が欠員となっている時期も見られる。ただし、鎌倉時代末期には、大仏、宗仙や金沢貞明のように南方で、執権短大となった者も,もいる。また、特捜家に反抗的だった名古屋流からは、京都で反乱を起こされることを警戒したためか一人も短大を出していない。 六原丹大は、朝廷ではなく幕府の直接指揮下にあり、西国で起きた自童と国史などの紛争を処理する、裁判機能、京都周辺の治安維持、朝廷の監視、行為決定の取り次ぎなどを行った。さらに文英の約翌年の検事元年、1275年には、六原丹大の機能はさらに強化され、御家人処罰の権限と裁判制度が充実された。また、 朝廷も六原丹大に対して、京都周辺の治安維持のみならず、自社間の紛争解決、悪党鎮圧や、所領訴訟に関する判決執行のための、県断憲行士を期待するようになり、幕府が朝廷との協力のもとに諸問題を解決する、方針を取って以上、六原丹大もこの流れを拒否することはできなかった。一方で、権限に伴う、 実際の強制力は十分とは言えなかった面もあった。辞には有力辞者への処分を行った担当管理が当時力をつけていた総兵の圧力により流刑などの処分を受けるという事態も来ており、例として管理元年1229年に不法を働いていた延暦寺参家の日吉社の新人が丹大北方、北条時氏の廃下三千ため真の生死命令を 無視しため信の部下に切られた件がある。これについて、延暦寺が幕府に抗議をし、六原丹大はためしん主従に過失がなかった証拠を提示したが、幕府は延暦寺との対立を避けてため清を流刑にしている。また、幕府から直接派遣された、東氏と称される特使が朝廷との直接交渉や、丹大への指揮の権限を与えられる事例もあり、その権限は常に、 幕府中枢によって、成中を加えられていたと言ってよい。表情集をはじめとした、短大府職員の人事権や、職員の官位、官職への推挙権は、幕府中枢に握られており、訴訟においても六原短大は審理のみを行い、判決はあくまでも、幕府中枢で下された。そのため、その事情をよく知る者の中には、六原への不妊を嫌う者もいたと言われる。 1290年代に入ると、朝廷及びその最高意思決定者である時点の君は、本所一園地において、本所が対立する将官や在地領主を悪党として朝廷に提訴する悪党鎮圧や、朝廷において審理された所領訴訟である雑訴汰において、警察力、軍事力が弱体化して、判決を執行する能力を欠くようになった。このため代わりに、 被告人の移植行為を名目として幕府に対して、権断権の行使を要請する勅命を出すようになったのである。これを移植臨時、または移植院前というが、これを実際に受理、執行したのが朝廷を膝元にあった、六原丹大だった。六原丹大は御家人二名を、両氏に任じ、現地において、場合によっては、警察力、軍事力の行使によって、 判決の執行を行った。被告側が抵抗すれば、悪党として鎮圧、討伐の対象とされ、たとえその中に幕府に属するご家人がいたとしても、幕府、六原短大が可能だったのは、執行を先延ばしにして直命に従うよう形で、値を結ぶように説得することくらいだった。それでもご家人は、幕府の保護を受けられる身分だったために問答無用の、 執行を受けずに猶予が与えられたのである。ところが当時は、両党鉄律機で、天皇と辞典を出す行動が変わると、同一の事件に対して、別の行動の時期に出された、従来の判決を覆すような判決が出ることも、あり得た。このため、現地の当事者の不満と抵抗は、判決内容を執行した六原団体及び、その後ろにある、 鎌倉幕府へと向けられ、悪党活動の活発化、長期化、ひいては後の倒幕運動時の彼らの参加へと繋が、伏線となった。現行3年、昭教2年、1333年に、後醍醐天皇の倒幕運動から、現行の乱が起こると、領事に応じた、足利高氏や佐々木同与、赤松縁信、石井末太らは刑を攻めた。 これによって、当時の短大だった、北条中白は慶を追われ、六原短大は壊滅した。その跡地には現在京都市立六原小学校が建つ、のみで、近隣の六原蜜次が過労時で王子の面影を、その名に残し入る。六原短大の北に存在した日和田吹の邸宅。板屋吹の短大よりも一段格上の建物で、鎌倉殿、聖遺体将軍の本邸。 正位大将軍に部任された者は、一度この本邸に、入った後関東に下校するのが慣例あった。武家の語源。朝廷にとって、正位大将軍とは、京都に住む、石棺家や大家出身の者が一時的に、正位大将軍に部任され、京都から、遠い、東国征伐のために、関東に下校する存在であった。太平記は、東昇寺合戦に際し、 北条貞之が、それまでの忠義を称されて、北条高時から、六原の両端大職に任せられたとしている。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。